アメリカの医学教育。アメリカ合衆国の医学教育では、医師免許を取得する教育課程を紹介する。医師免許は、各州の医事委員会、ステートメディカルボードが所管している。米国の各州において、医師免許を有し医業を行えるものは、MD と DO の2種類があり、それぞれ法律上は、医師として全ての医療行為を医ことができる。日本では、大学病院が研修、研究の中心となっているが、米国では、ティーチングホスピタルという、大きな総合病院で行う。通常は大学病院や州立や郡立の病院が指定されている。アメリカ合衆国において医学を習得し医師養成する教育機関としてはメディカルスクール、医学部、カレッジオブメディシン、医学校とコリジャブオスティアパスックメディシン、オステオパシー医学校の2種類がある。それぞれ卒業することによってMD、メディシニードクターないし、DO、ドクターオブオスティアパスックメディシンの称号が与えられ、各州において医師免許を交付されると、どちらの場合においても、医師として法律上は同じ医療行為を行うことができる。文系、理系問わず一般の4年制大学に入学し、主専攻の他に、物理学、一般科学、有機化学、生物学の基礎科学を履修するか、プレ、メドコース、医学進学課程に進んで、物理学、化学、生物学強化したプログラムを履修することが必要とされる。この制度は、アメリカの高等教育における学士課程が高度な専門性よりも、基礎教養の習得を重視するリベラルアーツカレッジを主としていることに起因する。ただし医学進学課程を選ぶ場合には、日本やヨーロッパほどではないが、早期専門教育寄りのカリキュラムとなる。多くの大学で受験者にボランティア活動を要求している。ボランティアは必要項目でないにしろ、ほぼすべての受験者が平均2年から多くの年数のボランティア経験があるため、経験がない受験者はまず受からないという現状でもある。例えば、多くの受験者は総合病院、あるいはあらゆる分野の研究所等にて、ボランティア経験があり、医師選挙等の珍しいケースでも、立派なボランティアとして見られている。メディカルスクールは、4年制の専門職大学院である。州大学の場合、各大学の置かれる州の出身者が優先される。教育は、病院の医師などではなく、医学教育の専門家が行う。これにより、教育効果を上げて、経済効果を高めることができるとされている。メディカルスクールに入学するには、一般の4年制大学学士号取得と、アメリカ合衆国、カナダのメディカルスクール入学においては、メディカルカレッジアドミッションテスト、以下大学入学試験と呼ばれる共通試験に合格することが入学条件となる。物理学、生物学、口頭試問、小論文の試験が出題される。修了者は大学、大学院合わせて8年修行することになり、日本の卒後研修後と同じ年数になる。修了者は MD または DM となる。メディカルスクール間の協議会としてが存在する。医師免許は各州の医事委員会、ステートメディカルボードが所管している。各州より医師免許を交付されるためには、メディカルスクール、カレッジ・オブ・オスティア・パスック・メディシンの学生、卒業生は USMLE COMLEX の2つのいずれかの国家試験を受験することが要求される。メディカルスクールの学生、または卒業生は USMLE、United States Medical Licensing Examination 合衆国医師免許試験に段階的に受験していくことが要求される。USMLE は FSMB、Federation of State Medical Boards、医師審議会連合と NBME、National Board of Medical Examiners、国立医療試験審議会によって主催されている。コンピュータによる学科試験で行われる。それぞれ STEP1、STEP2、CKCS、STEP3 と呼ばれる3段階の形式になっている。それぞれ年に2回行われているが、ここでの成績によって、マッチングの選定が左右される。カレッジ・オブ・オスティア・パスック・メディシンの学生、または卒業生は、コンレックス・コンプリヘンシブ・オスティア・パスック、メディカル・ライセンシング・エグザミネーション、オステオパシー医師免許試験に、段階的に受験していくことが要求される。コンレックスは、NBME、ナショナルボードオブオスティアパスックメディカルエグザミナーズ、国立オステオパシー医療試験審議会によって主催されている。それぞれレベル1、レベル2、CE、ペレベル3と呼ばれる3段階の形式になっている。研修先の病院は、マッチングという制度によって選定が行われ、その後の進路に大きく左右するためかなりの競争となっている。ステップ3まで合格すると州に申請して医師免許が与えられ、基本的な処置や診療のみが許可される。メディカルスクールを卒業した者はインターンシップを行わなければならない。研修病院での臨床研修最初の1年をインターンシップと呼び、主要診療科を一通り回るのが一般的となっている。その後各科ごとに研修期間の異なるレジデンシーと呼ばれる段階に進み、各科それぞれ3から6年の研修が行われる。この後に、ボードセルタフィケーションエグザミネーション認定試験という試験を受験。これに合格して、初めて一般内科医、一般外科専門医等の称号となり、医師としての一般的な活動が可能となる。例えば内科であればが専門医認定を行う。さらにこの後は、フェローシップと呼ばれる専門医研修があり、各科3から10年の研修を行い、サブスピーシアリティボードセルタフィケーションエグザミネーション、専門家認定試験を受験、これに合格して、循環器内科専門医等という称号、ボードが与えられ高度な医療行為を行うことができる。各専門学会に入会できるのは、これらボードを取得した者のみである。それぞれの専門医認定機構の協議会としてが存在する。アベムズが認定している専門医認定機構は以下がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。